税の申告。この動画で使用するもの、パソコン、PC デスク、ダウンロード版、IC カードリーダー、マイナンバーカードなどの電子証明書、PC デスク、ダウンロード版を開きます。PC デスク、ダウンロード版の準備がまだの場合は、利用届で新規の動画を参照ください。利用者 ID、もしくはマイナンバーカードでログインします。申告に関する手続きをクリックします。申告データの作成をクリックします。次へをクリックします。法人・市町村民税をクリックします。作成する申告区分にチェックを入れます。今回は確定申告を例にします。次へをクリックします。必須項目などを入力します。次へをクリックします。法人情報を確認し、必要な場合は入力します。資本情報などを入力します。次へをクリックします。手続き情報が表示されます。決定をクリックします。様式を添付する必要がある場合はチェックを入れます。今回は添付なしです。次へをクリックします。停止先にチェックを入れて、次へをクリックします。はいをクリックします。確定申告書の様式が表示されます。資本情報が反映されます。変更がある場合は、資本情報を変更してください。申告内容を入力します。連結法人以外は法人税額を必ず入力してください。必ずね。税率は変動しますので、ホームページなどでご確認ください。入力する場合は、プレ申告データまたは確定申告書に記載の金額を確認してください。算定期間中において、事務所・事業所を有していた月数と金額を入力します。神戸市内の事務所・事業所を区ごとに入力してください。入力の内容が神戸市に届け出ている情報と一致しているか確認してください。届け出ていますか？入力が完了したら次へをクリックします。はいをクリックします。 OK をクリックします。引き続き電子署名を行いますので、はいをクリックします。署名するデータにチェックを入れて、署名付与をクリックします。今回はマイナンバーカードを使用します。次へをクリックします。マイナンバーカードのパスワードを入力し、OK をクリックします。LTACSのパスワードとは異なります。はいをクリックします。はいをクリックします。対象データにチェックを入れます。送信をクリックします。はいをクリックします。データが送信されました。他の申告についても申告区分を変えれば同様の操作で送信ができます。プレ申告データを利用した申告、次にプレ申告データを利用した申告について説明します。今回は予定申告を例にします。プレ申告、確定データを利用する場合も操作方法は同じです。メッセージ紹介をクリックします。メッセージ紹介、本人をクリックします。メッセージ一覧からプレ申告データに関するお知らせにチェックを入れます。表示をクリックします。メッセージの内容が確認できます。作成をクリックします。OK をクリックします。OK をクリックします。手入力による作成にチェックを入れます。事業年度は表示されています。手続き情報が表示されます。プレ申告・確定データは決算月の翌月に送信され、このように表示されます。決定をクリックします。次へをクリックします。
はいをクリックします。次へをクリックします。はいをクリックします。申告データが反映された予定申告書の様式が表示されます。内容を確認し必要な項目を入力します。この申告の期間にある神戸市内の事務所、事業所を区ごとに入力してください。ご確認ください。入力が完了したら次へをクリックします。はいをクリックします。 OK をクリックします。引き続き電子署名を行いますので、はいをクリックします。署名するデータにチェックを入れて署名付与をクリックします。今回はマイナンバーカードを使用します。次へをクリックします。マイナンバーカードのパスワードを入力し OK をクリックします。 L タックスのパスワードとは異なります。はいをクリックします。はいをクリックします。対象データにチェックを入れます。送信をクリックします。はいをクリックします。データが送信されました。お疲れ様でした。